死んでるか死んでないかは俺が決める。即死チート、第4話の反応集&感想どうぞ。直前の TBS アニメのせいですごく普通のアニメに思えるアニメ。開幕クソデカの前紹介。レインさんの初手から来たか。キャラ紹介とあらすじ助かる。今季最オシャレなオープニング来た。キルクライムさん、今日もお疲れ様です。オープニングで退場ムーブしていくスタイル。クラスメイトはどのぐらい即死チートによって葬られるんだろうか。視聴者に問いかけてそうなサブタイ。ゾンゾンしてきたな。ゾン100終了のお知らせ。これはバイオハザードですよ。動きはとろそうだし、戦士が。ダンマオラちゃんのツッコミが戦士の危機にあるとは到底思えんやつなのが逆にこの作品の軽さに合ってるんだよな。マサユキの顔じゃない。仲間かこいつら。死んでアンデッドになったのか。マサユキはアンデッドだったんか。こいつクラスメイトじゃないっぽいけど他の転生者なんかな。態度がすごい。なんかでかい鍵出てきた。鍵でかすぎだろ。これはゾンビですか。ゾンビタイム終了。こっちはゾンビパンデミック映画になってるが。俺はマサユキ。なんかちょっとじわる。指名手配来た。理想的な脅迫だ。なんかこれ背景が時々シャトーエーズだよな。戦士を問わないと言ったらレインに殺されるな。でもリモート即死できるんでしょう。放送席に座ってるマサユキ。マサユキそこでギャハハハしてたと思うと来る。ひょっこりかわいい。別にヒーローものじゃないけどあまりにも倫理観がクソすぎる主人公。さすがに音声じゃ逆探知で殺せないのか。ゾンビ全部即死させればええやん。サクッと殺人振り返る。むやみに殺すのもこれはこれで面倒だってようやく気づいたんですか。近づけば殺す。有言実行。まさか自分が死なないとでも思っているのか。かわいそうに高藤君を見つけてしまったばっかりに。人を殺そうとする奴は殺される。人間の心理だな。今日も壇ノ浦さんのツッコミが光る。壇ノ浦さんのツッコミのおかげで楽しいアニメになっている。この相方の倫理観が相変わらずむちゃくちゃでくさ。ここまで倫理観ぶっ壊れてるなんて思わないよな。自ら出向いていくスタイル。ま、ムカつけばチートで殺せばいいよね。こんだけおどろおどろしいのに高藤くんの方がよっぽど死神だからな。さあ。死んでる奴に死ねと言ったらどうなるのかな。このために用意したのかな。何食わぬ顔でそんなわけあるか。煽り寄る煽り寄る。マサユキやかましいなこいつ。マサユキ生存ルート。お前を殺すのは最後にしてやる。はいはい死亡死亡。アンデッドは殺しようがない。負けない。アンデッドも普通に死んじゃった。まあつららとかも殺してたしな。つららを殺せるやつがアンデッドを殺せないわけないの笑うよな。無機物殺せるやつにアンデッドけしかけられてもね。死んでても死ぬってどういう理屈。猛死の概念を壊している。なんでアンデッドでも死ぬんだよ。視聴者の声。動いてれば生きている理論。なんとなくスルーしたことに切り込んだ。壇ノ浦さんも触れないでいたんだな。死の概念を勝手に決めるやつマジで最悪だよ。こいつなんでもありかよ。得の低いからの境界になってきた。ブレイバーンの後にこれだと頭が追いつかなくなるわ。正幸がおもろすぎる。人外化は負けフラグですよ。正幸役の声イーサンシタっぷりだな。正幸結局殺すんかい。変身中に即死するスタイル。変身中の即死面白すぎるだろ。変身の時くらい待ってやれよ。お約束もガンマシ。なんて無慈悲なアニメなんだ。壇ノ浦さんのツッコミが忙しい。壇ノ浦さんのツッコミほんと好き。ヒロインっていうか完全にツッコミ役だな。お前のツッコミはコントを要求してるの分かってる。この作品のこのノリが最高に好き。賢者の縄張りがあるのか。高橋ベラベラ喋る。全方向からこの広場に向かってきている。この人数即死させられるのかな。いろいろなキャラはあっさり死ぬけどキャラ足りるの。限ってリモコン的な使い方だったんだ。容赦なくモブを殺す主人公。貴重な街の人が容赦なく虐殺していく。無双ゲームみたいなシチュエーションなのに爽快感がなく人が死んでいく。操られてるのに殺されるのちょっとかわいそうだ。
主人公行動が正しいのか褒められるべきなのかわからなくて情緒がぶっ壊れる。作中で最も死ねと言った主人公。死ねれんこマジで笑けてくる。毎回誰か死んでるなこの作品。各話の死人の数、誰か数えてくれ。壇ノ浦さんの、いの形がいい。目の前で一般市民が死んでいくのが辛いみたい、じゃないが。そんな他人事みたいに言ってるけど。もういっそ楽にしてあげれば。難関アイキャッチでヒロインずらしてる。本編でそんな顔するキャラじゃねえだろ。褐色ちゃんに死亡フラグが。ああダメですよ、アイキャッチに乗ったら死んじゃうかもしれないよ。もしかして褐色ちゃん退場しちゃう。なんだこの可愛いアイキャッチは。ついに死亡フラグに未登場キャラ出てきたよ。本編シリアスっぽいのにアイキャッチを気楽すぎない。銀髪×褐色という最強の組み合わせ。なんかめっちゃ増えてる。適当に増えておいてくれと回復パワーワード。適当に増えられるんだ。連続コピペしてて笑った。すがすがしいほどのコピペ。そんな型キリバコンボみたいに増えて。身代わり作戦、割という要素。通った後は砂のように建物ごと砂していく。あれもドラルクみたいにすぐ死ぬか。おい、町が大惨事じゃねえかよ。壇ノ浦さん乗りツッコミ。乗りツッコミもお手の物だよ壇ノ浦さん。今なんで持って行った。高橋亮太くん何かうまいこと仲間ポジションに入ってきたな。考えてる間は待ってくれている操られ一般人たち。死ね、ちょっと力強い言葉。死んだと同時に分隊の攻撃。お前死ね以外のセリフ叫べたのか。ミサイル的な突入回。おっ、いクッション来た。壇ノ浦ちゃんの柔らかお、異彩光。これはいいラッキースケベ。お胸様に話しかけるんじゃない。そこを速やかに変わりなさい。意図的やろそれ絶対。ハリウッド映画よろしく抱き合うアニメ。高橋いいツッコミ。ハリウッド映画言うほどこんなラッキースケベするか。空から赤いドレスの女の人が降ってきた。コピーの賢者様そのまま突っ込んできてんの。あのメテオ分身レインの特攻かよ。高橋が何でも教えてくれる。ああやっぱ殺意を抱いたやつが死んでく仕組みなんや。のんきな避難勧告。避難指示の放送が流れたのが一番面白い。街を俯瞰してみることができるスキル。視聴向きの能力だ。シムシティみたいなインフラの表示。めちゃくちゃ協力してくれる。高橋が地味に役に立ってるな。市長さん能力もすごい優秀だ。急に賢くなるなよ、温度差ある。マジで今高橋亮太に生き延びてほしすぎて手に汗握っています。賢いキャラは残せよ。笑い方きたね。金とも気持ちよくなってんじゃねえぞ。壇ノ浦さんの手を。壇ノ浦さんのアフリカ人の1000倍視力使わない手はない。モコモコのシェルター強っ。便利なもんもらったな。血とギリギリの回避術。めっちゃしっかりと対策した即死チート潰しだったけど防御持ちが仲間にいる意味を出してきたな。フレキシブルマテリアル略してフレマル。なんか全員死んでる。敵キャラの倫理観も終わってるのがマジですげえよこのアニメ。だと思うやん。別次元にいる本体も殺せるのか。こいつも本体じゃないんか。え、死んだんか。精霊幻想機スタイル落下。死を自覚しながら死んでった。レイン様も死んどるやんけ。なんかようわからんが倒された。めちゃ強けんじゃレインもあっさり即死とは。なんか死んでも嬉しそうでくさ。でもあの口ぶりからしてオリジナルがいるっぽいな。褐色の人さりげなく生き延びたな。もうこれ主人公をどう倒すかを見るアニメかな。死んだらチャームが解けるのでは。アイキャッチのドリルツインテちゃん。アイキャッチの萌え女さんだ。オープニングでレインが消えると現れる少女はこの子か。お前は私だ。私が私を見つめてました。つまりどういうことだってばよ。レインがロリ化してしまった。一応保険はかけてたので。アイキャッチの子が即死チート対策だったんかい。メスの顔になった。タカトウくん、運命の人。チート対策徹底しすぎて主人公に惚れてまうやつやん。即死してもらうのが目論見通りだったやつまで出てきててがつけられねえ。避難所と炊き出しの描写がリアルだな。市長さんみたいな人善人だった。壇ノ浦さんがまた違う脇の見える服装に。
レースゲームだといつも壁にぶつける主人公。マリカ下手くそかよ。運転手はつけてくれないんだ。あれフレハマーもびっくりだよ、このサイズ。金友さん生き生きしてんな。壇ノ浦式ドライビングテクニック。壇ノ浦さん運転までさせてられてる。 JK が SUV 無免許運転してて草。てか壇ノ浦さん格好エーチだ。一方その頃、日本父ちゃんかわいい。黒髪ポニテ美女たす日本刀思考。黒髪ポニテ制服侍はロマン。こんな地位と能力ばかりの中でただの侍と格差底だろ。寸芸札な生首の平行移動で気が狂いそう。これ残り時間的にアイキャッチ銀髪が生還しそうだな。あいえ、忍者、忍者なんで。アメリカン忍者、世界忍者戦。スパイシーな匂いしそう。スマホの力を過信するな。侍にスマホ、なんで語尾がござるじゃないんだ。高藤くん監視ツールって何？主人公を監視してるやついるんだ。元の世界のスカイ的なあれか。クラスに地球の諜報員混ざってんのかよ。まあ即死とか持ってるやつは監視対象だよな。な、第一門が開いてるだと。第一門が解放された感じ。第一門とか急に出てきたな。今日もたくさんの人が亡くなるアニメだった。アニメ本編にも鈴木杏奈ちゃん出てきたのか。このアニメ最終的にどんな感じの着地になるか全く読めない。アルファオメガ、ポケモンかゾンズか。それとも高橋亮太が生き延びたことに全力で安堵している。明らかに感情移入先が狂っている。謎が深まってきて面白くね。1話出落ちアニメと思いきや、なかなか次が見れる。最初はどうかと思ったけど結構面白い。今までの作品もチートってたくさんあったけど、これほどのチートはなかった。主人公最強かと思ったら範囲攻撃では殺せることが分かったな。無作為で高速の範囲攻撃は対応できないから対処できないってのはなかなか良かったね。何でもスネで解決したら話にならないから、範囲攻撃の穴にしてこういうやつを使わせるんだな。無差別絨毯爆撃やられてるのに全く危機感がなくて。あれ公園夜霧は最強すぎて、この世の全てに対して危機感を持つ必要がないんだよ。即死チートなんて持って無双してたら危機感なんて薄れるのは容易に想像つく。そういや高藤くんって何か実験されてたみたいな感じだったんだって。異世界転生は2度目で素敵な感じだと思ってたんだけど違うんか。忍者と剣士が転生前から主人公を監視してたのならよく生き残れたなこいつら。バスでチャームかけたアスハって子は絶対いつか主人公に殺されるだろう。これあれか、即死は主人公と見せかけて実はラスボスで周りがいかにして倒す勝手話か。主人公無敵アピール毎回やってるのが実はミスリードで、最終回についに討伐されるとかだったらなかなか面白いかもしれん。即死チート第4話視聴させていただきました。いやいや先週冗談交じりでこの赤い吸血鬼の人も一発で死ぬんでしょう的なこと言ってたら、今回で普通に死にやがった。最初死んだって分かんなくて、別の本体が死んだとかわけ分かんないこと言ってたから、いやいやまさか死んでないよねって思ったら、少なくともこの姿バージョンは死んだの確定ですよ。まさかこんなに早く退場するとは思っても見なかったよ。まあ実際は幼女の姿で保険かけてたけどさ。これはアイキャッチで本編登場前に出てきた子ですが、これ最初幼少期の壇ノ浦さんかと思ったよ。アイキャッチといえばまさかの褐色さんが死を回避、これには驚きました。なんかこの人先週と打って変わってめちゃめちゃ美人度が上がってない。このアイキャッチの構図もそうだけど、しかしアイキャッチの2人は死を回避したけど、本編は今まで以上に殺害に抵抗ない主人公がバカスカ殺してます。操られてるだけの町の住民すら躊躇なく殺すからやべえと思ったけど、まあ殺さなきゃ自分らがやられてるから仕方なしか。それでもあまりにもどんどん死んでいくし、これまさか実際は死んでないとかってオチじゃないかな。ただ今回主人公が初めて伏せろとか言ってピンチ記号の汗垂らして焦ってたのが新鮮でした。そういった意味ではレインさんは今までで一番主人公を追い詰めたよね。即死チートといえど体は普通の人間だから、無差別攻撃とかではやっぱりやりにくいんだな。こういう考えてちゃんと対策していく感じは見てて面白かったです。そして最後にはなぜか忍者と侍が出てきて、何やら主人公を監視してるクラスメイトが登場。まあ意味深なやりとりしたりしてるけど、この二人も次週以降死んでいくんだろうなって思うと、
別に覚えなくていいキャラなんだろうなって思えてしまうからある意味泣けてきます。というわけで即死チート第4話の感想でございました。主人公の境遇というか謎ってのがちょっとした思わせぶり描写だけで全然明かされないまま来てますが、もうそろそろ何かしらのアクションが欲しいところです。後段の浦さん今週も冷静すぎて笑った。以上、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。君と私との約束です。